どうも、3度目の向山でございまーす。今日はですね、モンテディオ山形戦でございました。結果はですね、なんと今シーズンのグランパス初、今シーズン初の0対0スコアレスドローでした。記念試合となりました。やったー、イエーイ。くそー、あっぱれ山形、あっバレーモンテディオ、モンテディオ山形、攻守にわたりいいチームでした。くそー。でもですね、惜しいシーンあったんですよ。特にね、後半の玉田のスルーパスを後ろから走り込んできて、そのボールを受けてキーパーと1対1になっての八反田のシュート、これがね、今日一番のハイライトじゃないでしょうか。あれね、もう入ったと思ったんですけどね。すいません、もうあれは入ったということで1対0の勝ちにしてもらえませんでしょうか、 J リーグさん。でもまあね、引き分けでも悪くはないんですよ、アウェーなんで。まあ、悪くはないんですけど、今現在ね3位なんで、このね、上2つと離されないかがね心配なんですよ。前節までは23、23、21ですよ、勝ち点が。でこれで今日グランパス3位で勝ち点が22になったんですよね、引き分け1点で。でもこの上2つが勝っちゃうと勝ち点3プラスなんで、ほら26、26、22、4点差つくんですよ、1ゲーム差以上。これはね、どうしても避けないと。結果いかんではこの4点差ついちゃうんでね、次週はもう絶対に勝ってもらいましょう。それではチームの皆様、全力熱いドラマをよろしく。